好きなものを語るチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと、野猿のビデオクリップと歴史を語ろう。どうもゆうちゃまです。皆さんはこちらの DVD 持ってますでしょうか。野猿ファンならね、ぜひ1枚持ってほしいなとおすすめしたいくらい素敵な商品なんです。今回は私がこの持ってる DVD の魅力について語りたいなと思います。まずは魅力1つ目、全シングルミュージックビデオがフルで入ってます。ゲットダウンから叫び、スノーブラインドやビークール、フィッシュファイトと全11曲入ってるわけですよ。 YouTube でも ABEX さんが公式でミュージックビデオを上げてくれてますが、何度も見るならファンとしてはぜひね、保存用でも鑑賞用でも何でもいいんですけど、1枚でいいんで手に入れてほしいです。魅力2つ目、野猿結成から撤収までのダイジェスト映像が入ってる。もうこれがね、3年間のほぼ全てが詰まってるわけですよ。まあ本当はねダイジェストじゃなくて全部見たいところなんですけど、ミュージックビデオも合わせてだいたい約2時間の尺で楽しめる映像になってます。あとね、これだけは言っておきたい、完全撤収ライブのシーンがほとんどないんで、完全撤収も見たいって方は完全撤収 DVD を別で買っていただいた方がいいのかなと思いました。だから紅白に出場までのシーンや、まあ、シングル何位でしたとかそういうシーンとか、まあ、横浜アリーナでのライブ、岡玉ブラザーズや握手会のイベント、 CA の登場するシーンとかもあったかな。まあ、結構ね、野猿好きの人にとってはたまらないような盛りだくさんで詰められてますので、何度見ても楽しめる DVD になってます。いかがだったでしょうか。この DVD を見て、野猿ってすごいグループだったんだなって改めて感じさせられましたね。もしね、まだ持ってない方は Amazon とかでも購入できると思うので、チェックチェックでお願いします。それでは撤収です。ゆうちゃまのひとりごと、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくね。低評価は押さないで、本当に本当にチャンネル登録よろしくね。